Select your character. ちょ、大会疲れたんで座って実況でもします。さあ、五本選手先、マッキー VS サトゥさあ、ニエスタイク勝ち系からダメ足、位置を切り替えて、さあ橋に追い込むが捕まらない。さあ、前段直後で前に出て白腕決めてレベル2、ここは重ならないところ、地上投げ、下段選択肢、下段から下段見えない、これは F 式に行かず中段下がって、ここは逃さず、そして泡破裂、近づいて、これはコインにダウンバスト、さ体力ドットだが、最後はキーエスタイク、一本選手はマッキーリーズ、さあ投げ返してコインが当たらない、あブーメラン通してバンタイしながらワンコンボ、2K で暴れてジャンプ防止の連携から近づいて投げ返す、さあ表裏の下段、そして端から端へ中段通してバースト使えず、1本目はマッキーディズィ、さあ 1-0 からの2戦目、さあ開幕魚、ニエスタイク、ニエスタイク ANS ヒット確認からレベル2下段から、これはカスルート、クロイが問題ない、コインにダウンバスト、さあインペリで安全に生成していく、さあ投げてかすって、ああ了解です。3戦目は MGA さんとサミットさんですね。あ、開幕バックダッシュから前ダッシュから中段を通して、さあ表裏表しっかりつないで画面足へコインタイク、さあ生成消して投げれない、上海からうまくつなぐ、先生が4割ゲット、マイケイ泡が破裂している、さあ対空からきっちり残り2割だがどうする、さあさあこれで1-1、エンエス対空前ダッシュしたところ泡が破裂してダメ足、コイン2枚投げて画面端から脱出してうまくつないでレベル2、対空魚、さ走に向かって投げて投げを庭師の下段助け当たらず、 2K からまだ生きているが逃さず NS、マッキーディズィーが 2-0。
さっきのと同じところだが、ここは今度はガードしているが、今度は魚をぶっ放していく。マッチ K から出ないが、橋を逃さず魚ヒット、泡が割れて逃げしていく。体力ドットだが最後は削れて、一本選手はマッキディジー。魚は出すが枚数が出ず、ジャイアンツヒット確認戦が魚冴えている。めくり中断、ここは安全にバーストを打っていく。前に出る魚当たらず、ここはきっちり格安を決めてレベル2。インバースト透かして投げを逃がして下段がヒット。 KS3 円滑3敗からレベル2、そして上段まで11。さあエリアルマキッチン決めて、エース削れちまう。 6P 見ている。さあ投げて、これはやばい匂いがしてきた。円滑バス止まって警戒しながら、今度はインペリアル、そして安定返し2敗で暴れている。さあどうする、これは投げて勝ったのはサートゥー。さあ 2-1 からの4戦目。開幕お互い様子見からのスタート、魚を飛んで前に出る、ファジージャンプ投げての、投げたのはマッキーディディ。さあ橋へ、これはやばい、しかし下段ラストガード、これはカバン、魚が冴えている。魚下がって魚、下がって様子を見て、体力わずかだがどう攻める。しかし戻ってきてじゃんけん、一本選手はマッキリジー。さあ先ほども見た KS ハイ、さあめくれて S ハイ、 S ハイからバックステ2つ目暴れてバータイしながらのワンコンボ、上段立ち合い、上段からさあこれ上段当たらず、さあ魚ガードして、おっとバーストも失敗、 S 届かず支配、暴れ潰し投げて KSD 取り返す11。6K カウンターレベル2上段、そして KSD 円滑にはならなぜレベル3上段から KSD 円滑。さあこれは死亡した、パーフェクトで取り返して 2-2 からの第5戦目。逃げスタイプ
さあヒット数稼いでダウンを奪う。前スラゲレベル2。魚が冴えている。中段ガードスカシギダン、今度は釣られない。そこは逃さずエース対空だが、最後に待っていたのはロックハイスラー。一本選手はマッキーディフィさあ今度は暴れない、歩いて投げて KSD 円滑様子見。おっと無理やり繋いでバース失敗。 6K3 敗から届かず、1切り替えて下段ガード、中段ガード端から逃さず、今度も中段、必要に中段攻めていくが、やはり魚が冴える。ダウンバースト、下段ガード届かず3杯、魚が冴える。最後は JD、 さあ3-2からの6戦目。前に出たのがマッキーディズィ、金バーストもかわして投げ回り、ダメ足飛んでいる。エースタイク 8K で競り勝って、2K が刺さってダメ足、さあ後続して足払いヒット。一本でしょ、マッキーディズィ。魚、この魚のヒット率9割超えですね、今日は。ヒット数稼いでダメ足、投げれない、体力ドット。しかしこっからまだあるのがサクージョニー、コイン投げて投げを匂わせてカウンターを奪うが届かず、さあ削れる、どうする、魚をかわして円滑レベル2、円線が入れ込んでしまうが、バーストもかわして NS 上段11上海カウンター、ここはきっちり、おっとハイジャンプ分けてしまうが、体育スラバー走り追い込む、前に出たがコインと相打ち、引っかかってしまう。円滑、これは当たらず、おっと2敗破れ。中段そして下段、バーストすかして、差し返す。最後は木の実ヒット、これでマッキーディズニー 4-2 でリーチ。さあ4位からの7戦目。さあタッチ K から下段が刺さってうまくつなぐ、何もせず着地投げ、エースハイ直側からもう一回中段、バーストも読んでいる。最後は削れてパーフェクト勝利。8K でコイン相打ち、
泡を縦に魚を出す。前に出て泡をやり過ごして前へカウンター。で S3 遠線がサコンファジー耐える。魚が出るがここは中断。上段ループからバックして回避。流れが変わる。さあめくって中段つながらないが離れる。魚ガード PK が刺さって下段、下段からガードが硬いが今度は上段いちいち。さあコインヒットでレベル2ガメ足。ガードバランスを上げて中段ヒット。ここはバースト魚届かず。今度はハイエス魚から D 魚。下はファジーで耐えるが中央魚ガード。魚をかわして何もせずインペリから安定返し。タチケイが爆発的に刺さって刺さったのはサトゥージョニー 4-3。 4-3 からの8戦目。中段ガード。さあサトゥーのガードスキルが上がってきた。魚かわして金バーストもやり過ごしたが3回目の魚に引っかかってしまう。さあ 2S サイク上は逃さずきっちり落としていくが立ち消え。さあバーストも透かして着地投げ。下段ガード下段1本目はマッキリティ魚ガード立ち消えからレベル2カウンターから拾えず。さあ表魚から受け身が取れる。インペリから体力ドット。今度は中段勝ったのはマッキリディ5-3。5-3勝利でマッキリディ。じゃあ第3戦目は MGA さんとサミットさんです。